はい、皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。また来ましたね。63時間のビッグセール、タイムセール祭り、やっていきたいと思います。ちょっと一つだけ注意点があって、それがですね、来月の末ぐらいに、あの、アマゾンのブラックフライデーが来る可能性がかなり高いので、今回はちょっとね、財布の中身は温存した方がいいかもしれません。 だから多少ね、ジャブ程度で、えー、たしなむ程度でね、購入するのはありだけど、ちょっと体力残しといてくださいね。えー、絶対ブラックフライでやばいの来るんで。はい。よかったら最後まで楽しんでいってください。それではまずはこちらから、ドン。はい。Xbox のね、なんかコントローラー用の、えー、これ、キーボードだよね。面白くないこれ。で、これなんか公式っぽいじゃないですか、見た目。 なんかもう適用モデルっていうのなんかこの漢字のね字体からしてちょっと怪しいでしょ。で、見ていくとですね、優しく輝く緑バックライト。<laughs> 文字を見やすくなる。何かおかしい。完璧にフィット、簡単に扱える。えー、なんかおかしいですね。はい、こちらね、公式じゃないんですね。でも、ちょっとこれ気になるよね。なんだろう、その、Apex とかでさ、コントローラーでやる方とか、 わかると思うけど、蘇生された時とか TY って打つじゃんこれ爆速でできるよね、コントローラーについてるからいちいちキーボードに行かなくていいんでで、あとはまあ、勝った後ですよね GG ってね、あの光の速度で打てますよねだからもう蘇生とかしてくれた瞬間にも TY 打てるっていうね、めちゃくちゃ紳士的な APEX プレイヤーになれるっていうえー、まあ持ち方に影響するかどうかわかんないけどね、ちょっと試してみたいですね今2159円でタイムセール中ですはい、次 アストロの A10 の Gen2 が安売りしてます。これはね、もう激安。5000円以下だから。普段ね、6500円とかだね。7000円とか、4900円なんで、めちゃくちゃ安いです。もう子供がね、ヘッドセット欲しいって言ったらこれ買っときゃいいから。音もね、悪くないし、付け心地も悪くないしね。あの、頑丈なんですよね、これ。 壊れにくい、えー、僕、レビューしてるんで、ぜひチェックしてみてください。これはおすすめだと思います。次。えー、ハイパー X のクラウドスティンガーコア。これは3000円だね。<laughs> もう、わけがわからないんだけど。まあ、でも、僕個人としては、こっちの方がおすすめかな。ちょっと2000円プラスになるけど、こっちの方がすごい頑丈なんで、こっちのプラスチックはね、ちょっと、もろめのプラスチックですね。はい、次。えー、サーマルテイクの、あの、ミニター PC ケースね。これも安売りしてますね。で、特にね、いいなと思ったのは、これ。見て、ターコイズ。かっこよくないですか で、ちょっと特殊なケースであるんですけどね。見た目重視って感じでね。こう、グラボの方向を見ればわかるんだけど、あの、端子上になっちゃうからね。ちょっと使い勝手は、普通の PC ケースと違うんだけど、めっちゃ映えます。で、ターコイズ以下のこのグリーンっていうのもあって、これもまた独特な色っすよね。普段だと、あ、このグリーンはそんなに変わってないけど、このターコイズがね、確か、1980円だけど、普段はね、1万、あれ、3、そ、そんなに、 そんなに安くないです。はい。次。アンカーのパワーバンク。これずっと欲しかったやつですね。コンセントがね、こういう風に付いてて、直接充電できる、えー、バッテリーなんだけど、コンパクトでこういう風に、こんな感じでポーチに入るんで、本当になんか場所取らないし、でもまあ念のため持っとけば安心っていう感じのね、えー、充電モバイルバッテリーです。一応コンセント付いてるから、モバイルバッテリー充電しながら使うこともできるのかな。3800円。普段は、えー、4990円ですね。 人気の商品だと思います。次。えー、持ってる。持ってるのはあのケーブルなんですけども、10本ぐらい持ってるみたいな。はい、しょうもないですね。タイプ C のやつとか、あの、ライトニングケーブルのやつもありますね。すごいね、触り心地もいいし、絡まらないんで、めっちゃいいです。はい。次。えー、持ってるのモバイルバッテリー。これは持ってない。万、え、ミ、ー、1万 mAh なんですけど、なんかね、可愛いんだよね。<laughs> ただ可愛いい。うん。 はい、で、この持ってるが、もう一個ね、出してたのが、このデスクにつけるドリンクホルダーだね。これもね、なんか可愛くないですかなんか会社に置けそうだよね。コップを置いてペン刺して、で、ヘッドホンまで置けるって、すごいいいよね。これいいと思うんだけどね、2500円。普段は3000円ちょっとしますね。はい。次。えー、JBL コンタムデュオ。スピーカーですね。以前レビューしたやつ。これが安売りしてます。1万5000円で、普段は1万8000円ぐらいなんで、まぁ、あ、ちょっと安くなってますね。まぁ、あ、結構安くなってるか。 3000円くらい安くなってますね。これもレビューしたんで、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。次。えー、チキンラーメン0秒。なんだろうと思ったら、なんとこれ、お湯を使わないで、そのままかじるらしいです。はい。スナックみたいな感じだね。いわゆる、あの、ベビースターラーメンの、あの、割れてない版みたいな感じですかね。これはちょっとね、食べてみたいですね。はい、次。えー、森永の絹豆腐。これね、何がすごいかっていうと、長持ちするらしいんですよ。 見て。常温長期保存用って書いてある、ね。で、しかもこれ保存量使ってないの。すごくないですか非常用豆腐みたいな。聞いたことない、ね、で、どれくらい持つのか見てみると、なんと216日間持つそうです。半年以上ですね。災害時に豆腐を食えるってどういうことやねん。すごすぎ。次、えー。カルビーのポテトデラックスマイルドソルト味。えー、最近ハマっているスナックです。すごく分厚いんですよね。で、食べ応えがあって、 なんだろう普通のポテトチップス何枚も食べないと満足しないけど、これは1枚ですごい満足感あるんで、分厚いポテトチップスぜひ試してみてください。僕は結構好きです。はい。えー、バブのメディキュア。これは成分がすごい強くて、あの、人によってはちょっと、ちょっと皮膚痒くなる人もいるぐらい強いやつですね。で、もう一個すごい気になったのがこちら。バブのモンスターバブルですね。これ最近出たやつだよね。出て多分2週間ぐらいだね。 最近 CM とか見た人もいると思うんだけど、めちゃめちゃ泡が出る、えー、バブらしいですね。これも安売りしてるんで、ちょっと買ってみていいのかなと思ってますね。すっげーシュワシュワするらしいんで、めっちゃ気になる。はい。 次。これはね、僕が、あのー、普段から飲んでる炭酸水。これ結構香水っていうのが、硬い水で書いて香水なんですけども、結構ミネラルが入ってて、ま、健康にもいいので飲んでますね。お通じも良くなるみたいです。で、まあ、ちょっと口当たりがちょっと癖あるかもしれないんで、人によってはまずいって思うかもしれないけど、僕は結構好きなんで、定期的に買ってます。はい。今回も買いました。次。えー、素直。 これも最近ハマってるクッキーだね。あのー、一袋 9g しか糖質入ってないんで、糖質気にしてる人とか結構いいですね。うん、普通にうまいです、これは。チョコチッパーじゃこれ食べたことないんで、ちょっと試してみたいね。はい、次、えー、寒くなってきたんで最近ね。ちょっと毛布とか欲しいよね。僕もちょっと見てるんですけど、えー、昭和西川の毛布。昭和西川って西川布団じゃないのかな違うのかな昭和西川っていうメーカーさん なんかややこしいな。俺西川布団だと思ってたけど、これ違うんですかねわかる人教えてください。え、セール中ですね。3000円ぐらい。で、もう一個ね、こういうモフあっていうね。これは僕も持ってるな。このフリース系のね、マイクロファイバーのモフですね。2000円。めちゃくちゃ安いです。寒くなってきたので、ぜひチェックしてみてください。はい、次。えー、これはね、 サーモグラフィーカメラだね。えー、7万円するんだけど、結構高いんだけど、あのこうやってね、熱源をね、こう探知して、あの画像とか動画とか撮れるらしいんですよね。で、これ何に使うのかって言ったら、あの、見てみるとね、なんか知らんけど、猫撮ってますね。<laughs> なんで猫撮ってんだろうと思って見たら、この畜産業とかだと、なんかこういう動物とかを撮って病気とか体温とか調べるらしいですね。面白いね。意外な使い方だよね。で、電気工事士は僕知ってる。なんか、 電線の熱を見て、壁の中にどこに電線通ってるかチェックしたりするらしいですね。で、もう一個面白かったのが、自作 PC のエアフロー確認にいいって言ってます。熱がちゃんと出てってるのか、もう最近7000番台とかね、ライゼンとかね、インテルとかもやばいからね、熱が。面白いかもしれないですね。7万ちょっと高いけどな。はい、次。ストーブファン、ストーブの上に置くと、熱で勝手に回ってくれるファンらしいです。 どういうあれになってるのか、仕組みになってるのか分かんないけど、モーターは入ってるらしいんだけど、熱を感知して勝手に回って、で、電源に挿す必要もないっていうね。熱で発電するんですかね分からんすけど、電気がいらないサーキュレーターみたいな感じらしいです。こう熱源の上に置くと、結構回ってるよね。ほら、面白いよね。だからまあ、雪国の人とかいいかもしれない次、e。次、E-POS の GSX300、これ激安、6980円。普段は、 91 1万円ぐらいするのにすごい安いですね。まあ白のみなんですけども、これはね、あのー、オンボードの PC のサウンドカード悪い人とか、全然あり、うん、幸せになると思います。次。あ、そうそうそう。そうちょっとね、あのー、一つね、ちょっと俺文句言いたくて、Amazon さんに。おもちゃを探してたんですよ。僕結構、その、整理あると癖で、純粋な少年の心で、なんか面白いおもちゃないかなと思って。ね、恐竜のやつとかさ。 スターウォーズのレゴとかあったじゃん。なんかすごい高いけどめっちゃワクワクするようなおもちゃあるじゃん。こう見に行ったんですよ。そしたらね、何が出てきたと思いますかはい。アマゾンさん。童貞を殺すセーター第二世代が出てきましたね。これちょっとね、要確認かなと思ってちょっと見に行ったんですけど。いやもう完全にアウトですね。これは消しからんですね。で、これ以外にもやばくて、これおもちゃだよねっていう。なんじゃこりゃっていう。これダメでしょ、こんな。お得な9点セットダメでしょ。ちょっと。 これはちょっとダメだと思うんですよね。あの、ネイビーとかねえ、パープルとか、あの、レッドも展開して <laughs> えー、CIO、ノバポートトリオ。これね、CIO っていうブランドのやつ、ちょっと気になってたんだけど、すごいコンパクトで、こう見てほしいんだけど、こういう、わかるこのプラスチック加工。傷がつきにくい、すごいね、頑丈な。 プラスチックのイメージですよね。えー、これがすごいコンパクトなんだけど、前から気になってたのね。なんだろ、このブランドって思って。で、見てみたら、なんとこれですね。日本のブランドだったんですよ。こう見ると、ほら。日本の大阪で誕生したらしいです。うん。ちょっと気になってますね、最近。CIO。次。えー、モビウスの EX321R。来ました。セール中です。僕、これ2台持ってますけど、めちゃくちゃ使いやすいです。 えー、6万9800円からの4000円引きで6万5000円ぐらいなんですけども、普段はね、普通に8万とかするんで、まあ、たまに7万とかなったりね、えー、するんですけども、結構安いですね。まあでもブラックフライデーでもっと安くなるかなわからんけど、まあ。とりあえず今安いです。はい、3210R はマジで推しモニターですね、僕の。はい、次。これも、そうだね、G321C、この前レビューしたね、ワン曲3枚繋げてってやつやったじゃん。あれのモニターですね。で、僕ね、 あの、ちょっと気づいたことがあって、このレスブルーライトプロって何だろうと思って、あの、見てみたんですよで。レビューしてた時はあんま気づいてなかったんだけど、これね、すごい技術らしくて、ハードウェアブルーライトカット機能っていうらしくて、要は、その、ブルーライトカットしてくれるけど、色味にあまり影響がないらしいんですよ。普通のブルーライトカットとハードウェアブルーライトカットの比較レビューとかやっとけばよかったってね、今更ちょっと気づいて後悔します。 てか、これ欲しいな <laughs>。返したばっかりだけど欲しいんだけど。3枚でさ、9万以下だよ。29,800円。激安っすよ、これ。マジでね、シム環境を揃いたい人とか、三、ま、面、あ、環境に憧れてる人、マジで安いんで、チェックしてみてください。はい、次。ゾーイの XL2546K も安売りしてるね。まあ、これ定番だけどね。でもなんかな、5万円でめっちゃ安いんだけど、普段ね、あの、6万以上しますからね。めっちゃ安いですよ。めっちゃ安いですけど、 やっぱブラックフライデーどうなんだろうって思っちゃうよなでもすごく安いです。はい。あの FPS ガチ勢向けモニターっすね。はい、次。ここら辺のね、SSD も安いんだけど、Gen3 ですね。Gen3 の読み書き3500ぐらいのやつが1万円。えー、普段だと1万2000円とかするんで、すごい安いです。で、もう一個。えー、SK ハイニックスのこれもね、安い。3万円なんだけど、これね、7500ですかね。 読みが7000、書き込み6500の激速のね、Gen4 の M.2 が、あの、2テラで3万円ってすごい安いんですよ。これ普段多分4万ぐらいするはず。あ、3万5千円とかしますね。3万7千円とか。かなり安いですね。これは、もし、俺がまだ買ってなかったら、2テラの M.2 買います、これ普通に。すごくお買い得ですね。はい、次。えー、次はね、ちょっと気になったものなんだけど、チャンピオンガンっていうね。これんだろうと思ったんだけど、なんかマッサージ系なのかなと思ったら、 なんか筋トレした後とかにほぐしたりとかするらしい。ねチャンピオンガンだからね。さすがっすね。チャンピオンみたいな人が持ってますね。て <laughs> <laughs> 眉毛がもうチャンピオンの眉毛っすね。強っ。よくほら、肉を叩いたりするじゃん。ハンマーで。叩いて、あの、柔らかくして作ったりするじゃん。そんな感じのイメージで筋肉をほぐすらしいですね。チャンピオンなりてえよ、俺。っていうか、肩こりをどうにかしたい、これで。どうなんだろう。う効くんかな。知ってる人教えてください。チャンピオンガン。 結構高いね、買い物なんでね、ちょっと気になってるけど、なかなかこれ <laughs>、気軽には手出せないな。ちょっと最後ね、おもちゃがあまりにもね、えぐすぎたんで、ちょっと調べたいものがあって、最近チェーンソーマンすごい流行ってるじゃん。チェーンソーマンのフィギュアとかないのかなと思って。あー、すげーえ。すげえな。え、なにこれ、マスクとかあるのコスプレの。やばくないですかこれ。あー、すーごい。なにこれ。えー、ぐ7分の1スケールで結構でかくないこれ。高さが28センチか。 結構あるね。5万円。予約注文。4月3日発売なんだって。これは売れてんじゃないかな結構。わかんないけど。あ、これかわいいじゃん、これ。え、これ可愛くないネンドロイド。え、これ欲しいんだけど、普通に。あ、でもなんか、1万円って高くないですかネンドロイド1万円もしないよね、普通。これはもしや。あーこれはもしや。あーなるほど。そういうことか。<laughs> 理解。<laughs> でも、出来いいね、結構。あ、電池にも変えれんない。え、いいな、これ。ちょっと欲しいな。あ、パワーもいるじゃん。かわいいですね、パワー。 これは予約注文かこれ発売されてないんだ。あれあいつはいないのポチタポチタちょっと気になるな。ポチタのフィギュア欲しいわ。あ、可愛くねえ。なんだこれ。なにこの可愛くなさ。誰だよこいつ。ちょっとふざけんなよ。お前、6800円って。おか、何が嫌だよ。<laughs> ふざけんなよこれ。おかしいだろ。あ、これ可愛い,いじゃん。これちょっと可愛い,いじゃん、これ。高すぎねえか、25000円って。どういうことだよ、お前。もっとなんか手軽なのないの かわいいポチタだな、おい。普通のポチタないのなんか。いい感じのポチタないのなんか。<laughs> なんだ、お前は。少女漫画か、お前。ちょっとキラキラしすぎだろ、目がお前。セーラームーンか、お前は。ちょっと待て。マジでちょうどいい感じのがいねえ。はい。えー、すげえの見つけたわ。<laughs> いや、めっちゃ嫌そうやな。<laughs> わいは何されとんのじゃっていう顔してるわ。めちゃくちゃ嫌そうな顔してるわ。 はいということでね、えーまあ、大量ではないんですけど、まあ、ポイントポイントにはね SSD 量は結構良、ね、かったり安かったりしてたんで、リンクの方う、ね、概要欄に貼っときますので、ぜひ、ね、飛んでみてみてください、えー。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね